はい、こんにちは。はい、王子。はい、王子。今日はね、なぜ王子は YouTube でストレッチとか筋トレのやり方の動画を出さないのかっていうね、そのトークテーマで今日話していきたいと思います。多分ね、みんな見てる人も、なんでこの人をストレッチとかね、筋トレの動画出さないんやろうと思ってる人も、もう中にはいるとは思うんですよ。なんで、その理由とか、生態系の人だとね、ストレッチとか筋トレとかの動画をめっちゃ出してるじゃないですか。そういう話をしていけたらいいかなというふうに思います、まあ、僕もね、昔出してましたけど、ヒロさん出してましたね。出してる派だった。どっちもね、経験してるんで、あるところから出さない、はい、どっちも経験してる僕からも話ができるかなと思って。それで同じ答えがあるってことですね、はい、カテゴシ体操っていうのは出してるんですけど、はいはいはい、一般的にそのストレッチのやり方とか、うん、筋トレのやり方とか、うん、具体的方法は出してないですね。出してない。理由はもうめちゃめちゃ単純明快で、うん、そんなもん出せないからなんですよ。そんなもん出せない。例えばストレッチにしましょうか。人によって必要なストレッチが違うんです。完全にパーソナルなものであって、フィジカルコードをもとにして、フィジカルタイプっていうのが人それぞれありますから、うん、伸ばしていい箇所、うん、ダメな箇所っていうのが人それぞれ決まってるんですね、うんうん、だからそんなもの出してしまうと、はい、一緒にやっちゃうじゃないですか、うん、そうすると余計体歪んだりね、うん、悪くなることがいっぱいあるんです、うん、良くなる場合もありますよ。もちろんね、悪くなる場合がいっぱいあるものは出せないでしょ、うん、だから出さないです。本当に単純な理由ですよね。単純な理由です。じゃあなんでね、世の中こんなストレッチ筋トレね出してるんですか。それは出してる人が体のこと分かってないから、ね、っていうことになりますね。具体的に言ったら、体の現在地というものが分からないし出せないから、うん、そういったものを教えれるんです。僕らは体の現在地、あなた体現在地はこうなってますっていうのが事細かに出るじゃないですか、はい、だからここのこの箇所に関してはストレッチとかが決まるわけですけど、うんうんうん、それを知らないから出せるんです、うん、この風潮ってね、これいつからですか。王子開業した当初からストレッチのやり方の筋トレのやり方とか結構あったんですか。ありましたけど少なかったですね。やっぱ少なかったですね、うん、僕らで言うと自己療法って言っててね、はいはい、セルフケアって言うんですよ。セルフケアね。自己療法もあんまり言ってる人いなくて、その自己療法はじゃあストレッチとかやってたんですか。自己療法、セルフケア、はい、セルフ整体とかそのいろんなことが出てきて、うんうんうんからですね、一気になんか出てきたから、ね、そうなん、一気にいきなり増えましたね、うん、あと一番はそのストレッチとかも簡単ですぐみたいなことがやっぱり流行ってるというか、こう一般の人も簡単やったらできるしとかなんかあるじゃないですか。それは簡単にできる方法ですよっていうコンセプト自体は別にいいとは思うんですけども、うんうん、やっぱストレッチってそういう問題点とか出ますんでね、うん、もちろん YouTube が盛んになってから出す人増えましたね、うん、なんかそういう問題点があるので、そこはちょっと鑑みてほしいなと思うんですけども、うん、僕はだからそれを持ってるから出さないんですよ、うん、そういう単純な理由です、うん、王子いきなりでもそんなのやりだすとめっちゃおもろいやそういうのやるときは引退するときですよね。とかもうだいぶ崩してきてるときですでも一般的にね、世の中ねそういうのが流行るじゃないですか。じゃあ流行ると思いますよ、うん、いいと思うんですけど、それもこれね、うん、そこで流行って簡単やから飛びついてやってみる、うん、けどそれで良くなった人はそれでもちろんいいし、うん、僕らこういう専門でそれをやったから余計体おかしくなったっていう声もね、ワンデーセミナー来る方とかもたくさん聞くじゃないですか、はいはい、そういう人がこそ救われないといけないし、うん、ってなったらだから僕が出す必要もないわけ、そういう、うん、そういう人に任せといたらいいです。もうだからそれはもうみんなやってるからね、僕の役割はもうそれじゃないし、うん、僕が運行したいのは体の現在地を出せる理論、これを継承しててもらえたら、はい、ストレッチのやり方はあれでいいとしてね、うんうん、あれでも良くないけどな、本当は良くないよどうストレッチすればいいかっていうのが分かったらだいぶ変わりますね、うんうんうん、やっていけない箇所がある、はいはいはい、今現状あなたの、まあ、それ知るだけでも今のストレッチってとか、もっと行きます、行きますもんね。筋トレもそうですけど、もっと行きますもんね、うん、だからそれで、ね、見て良くなった方はいいんですけど、うん、それで体全然良くならないとか、はいはいはい、結局続かないとか、うん、簡単やからやってみたけど続かないとか、うん、全然簡単じゃないとか、いろいろあると思うんですけど、うんうん、そういう人はもう一回振り返ってね、体の現在地を知るっていうところを知ってもらえたら道は開けます、うんうん、じゃあやっぱり僕らがやることってそこですね、まあ、僕もね、出してたんですよ。なんでやめなかったんですか。やっぱ気づいたんですよね、王子に会ってそれちゃうなっていうことにね、まあ、僕やってた派なんでね、その時はそれがいいと思って出してるわけですよ。 そうですね、それはもう救いたくて出したんでしょ。救いたくてと、あと YouTube 伸ばしたい、はい、あるじゃないで、どんどんやってましたけど、本当王子に出会ってからほんまにそうやな、これ出せないなっていうつきました。どっちも経験してこっちを選んでるんで、絶対こっちの方が絶対に体はねいい方に向かっていくっていうのも分かってるから今こうやってるんですけど、だから僕的にはね、王子は多分それでね、こう出すのはそれでいいと思ってるかもしれないですけど、俺は出さんといてほしいんです極端なんで、そっちいうのが流行る時代っていうのも早く終わってほしいなと思います。
もっと本質とか本当のねことを知ってもらえてる時代になったらいいなっていう。そう、時代は変わっていくとは思うんでね、うん、変わってきてるとは思いますが、どうやったらそういうのなくなるんでしょうね。これ分かって早いですよね。まあでもコツコツやこういうふうに伝えていくっていう、はい、ことですよね、うん、そっから入り口に、はい、そして入って、うん、こういう体のね深い、うん、面白い世界に来てくれてもいいですし、うん、まあデセミナーってくださるとか、はいはいはい、最近もマニアックな人多いですもんね。多いですもんね。ほぼ全員マニアックです。スポーツ選手とかねやってる方もたくさんいますし、だから僕ってこの理論をいろいろ出して斬新って言われるんですけど、僕の中で当たり前のことを、まあそうですね、王子の中で普通すぎることだろうけど、出してるもう世の中にとったらもう斬新ですよ。斬新って言われてくださるんですけど、やっぱり新しいものってなかなかね変わるのは時間がある程度かかると僕は思ってる、まあ、そうですね。それはだからといってゆっくりやってやろうとは思ってないんですけど、着実にね伝えていきたいと、はいはい、それぐらい覚悟を持ってやってますから、うん、いずれ絶対変わる時が来ると。そうです、もうそれはもう 100% だと思うんで、俺もさっきアメリカに広がっちゃって逆輸入はもう嫌なんでね、はいはい、やっぱこの日本ジャパンからそういう可能性あるじゃないですか。やりますよ。例えば合気道やるでしょ。僕がニューヨークの合気道の先生が日本に教えに来てるんですよ。どう思います？それ完全逆輸入なんかおかしいですよね。それ、それおかしいと思わないといけないですよ。例えば武道じゃなくて例えば茶道、お茶の先生がニューヨークからやって教えてたら変と思うでしょ。めっちゃ変ですよ。それと同じなんですね。やばいっすね。それこの文化なのに、そういうことが起きてるんですね。そういうのは僕嫌なんで、この日本好きだからね、うん、まあ、海外にいろいろ行ってみたい、行きたいですけど、はいはい、日本好きだからこの日本に広げたいと思ってますんで、うん、ぜひね、このまま山にこもる前に、ね、で広めてください。はい、ということで今日はね、なぜ大文字のねこうストレッチとか筋トレの動画出せないのかということでお話をさせていただきました。ぜひね、この動画見て、あ、そうやなと思った方はですね、参考にしていただきたいと思いますね。詳しい話はワンデーセミナーでね、うん、していますし、その真実も分かりますね。分かりますね、はいはい、一回来ればもうあーってなる、分かるものになってます、ね、自分のものにしてほしいなと思います。はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。